花岡賢治は、日本の医師。日本医師会会長、長野大学理事長、長野五輪招致委員会の自然保護専門委員長、などを務めた。長野県南安住郡保高町を生まれ。旧制松本中学校、旧制松本高等学校理科校類を経て、1936年に、新潟大科大学を卒業し、同大学の生科学教室や産婦人科教室で勤務した。 1941年、岡谷市立岡谷病院の産婦人科医長に就任し、1943年から軍医として中国北部で従軍。終戦後の1946年に復員して、新潟大学の産婦人科教室に戻り、翌1947年に岡谷病院の産婦人科医長に復職している。1955年、 入院施設のなかった長野市吉田地区に医療法人事警会吉田病院を開設した。1958年に長野市医師会理事に就任し、1962年に日本医師会大議員、1970年から長野市医師会長を務める。1976年には長野県医師会長、1982年から1984年までは、 日本医師会会長についた。1986年に、君に当局日、茂光明を受けている。戦時中の体験から、長野県日中友好協会長を1985年から9年間、勤め、医学交流などを推進した。また、長野五輪招致委員会の自然保護、専門委員長として、環境への影響が小さい白馬村。 白馬発砲オネスキー場での格好の開催の検討を提言した。1992年に脳卒中で倒れた後、1997年に心臓発作のため86歳で死去。生4位が追贈されている。ありがとうございます。